流通のために作られた船は港に泊まる。だからリーウェイはあらゆる富が沈着する場所だ。この偉大なる力、神探のため無力な凡衆め、踊りなさい。はい、桜吹雪天道、ここにある。光り輝くがいい。ヌシキラが失礼。やっ、それガンザン八九。
雪を前私の合図を見てから行動する。凡人、身の程をわきまえよ。私のお家にいらっしゃい。静粛に。大地の噴火は静まらぬ。ラグサノリン、おとなしくしな。今こそ全ての怨嗟を払う時なり。私は帰ってきた。千年もの雪辱を果たせ。しっかり立ってな。そら、この地が貴様らの墓場となる。千年の怒りはしかとその身に受けるがいい。世界の熱狂の渦に脱ぎましょう。討伐となるがいい。服が痛んだ。静粛に。僕を称えよ。ているが支障ない。主流の方へ。静粛に。見切りました。じゃじゃーん。ふっち、ふっ、はびこりなさい。そうか、
対面。高き者、裁きはすでに下りました。私は下げず、ライデンがただの人間に意志を変えられることはありません、なかったのですね。お披露目だ。光輝くがいい。全部丸見えね。頭を垂れろ。ふん。ふん。海に。私は帰ってきた。手をつなぎましょう。星と神、無事今日の依頼。星と神、かける前にサンジャイが今後も、はあ、そしたらあいつはサボテンすらた、よっ、ティナリ、あれ、ふた、ひひ、うん、ここにある植物でも、そ、おー、いや、僕はただの助っ人。ティナリさん、サンジャイが毒のあるキュ、やれやれ、旅人、パイモン、悪いけど失礼するよ、用がか、ティナリはどこにいても大忙しだな。本当だよな。なんでこっちを見てないな、ティナリ。
あら？ウクシブ。大丈夫だ。なんだか急にムズムズして。クシャイ！クシャイ！レインボーローズにルリユリ。ねえ、ふわくちゃ、さっきまでな。そこのお二人、どうかお待ちを。よろしければ、この香りを試していかれませんか？香り？何の香りだ？本当だ！不思議。どういたしまして。大したことは何も。その装いからすると、お二人はスメールの方ではありませんね。同じ旅行客。旅行客？ええ。アイラはパイモンだ。旅人さん。それにしても。簡単に言うと。え？でも、ここにある花ならこれ。人それぞれ体質が異なる。ですが、心配には及びません。なるほど。旅人、パイモン、ここにいたんだね。大丈夫だった？さっきは慌ててたから。エミリエ、私も先ほど。ところで、アレルギー。僕たちが初めて会った時、君は。あの時。いや、不思議というほどでもないよ。中にはアーモンドにアレルギーのある人もいる。アレルギーを起こす原因は様々で、一概に論じることはできない。フォンテーヌでアレルギーにまつわる事件に遭遇したことがあります。原因は友人が稲妻から持ち帰ったそばでした。へえ、何でも食べられるオイラって恵まれてたんだな。Thank you.
半人前の医者とでも言いましょうか。ただし診察の対象が少々特殊で。彼女は医術のみならず植物学においても造詣が深いんだ。以前フォンテーヌの植物に関して尋ねたことがあって、たくさんの知識を教えてもらったことがある。とはいえ植物に限った話ですけどね。知識の幅広さで言えばティナリさんの方がずっと上です。植物に限って、あ、わかったぞ。ティナリが言ってた花の博覧会を取り仕切る専門家って。残念だ、私がここへ。また忘れか。かつてフォンテーヌで一世を風靡した花であり、そしてその花から作られた香水のことでもあります。アウグストゥース、言いにくい名前だな。ある古代の言語では神聖、高貴といった意味を持つそうです。中には子供にそうなって、そういえば20年近く前、フォンテーヌで香水ブームが起きたんです。最初は、ところがそれが、それを振りかけて人々が盲目的に評価するうちに、ごく平凡な香けれど、香水はあくまで香水でしかあり、ブームがより飛行して泡は弾け、でブームにおいて香水ブームが去った後、多くの製造に必要な同名の花が、はい、あ、香水ブームが、でもさ、ええ、はあ、旅人花、そうだね。それに神聖、高貴、唯一無二、今後香水が、それにアウグストゥスの唯一無二の香りを再現したと自称していて、そりゃせ、その噂が流れている。この木にアウグストゥスの神話を、そうすれば私、なるほど、その今ある手がかりからじゃ、アウグ、エドガーさんも、そうですね、エドガー、パイモンが、しかも、それにフォンテーヌで活動してた調香師でスメールに来てフォンテーヌ人の師匠になった。かなり複雑だな。話せば長くなります。主催者が大金を出してホテルと周辺の建物をすべて借り、じゃあ早めに来た客は泊まる場所がなくて困るんじゃないか。それにこんな大きなホテル、しばらく見ないうちに、君たち兄貴、まあ待ち、ご無沙汰しております、エドガーさん。フォンテーヌ先生のご指導、いやいや、これまで。ところでそちらも、知り合ったばかりの友人で旅人さんと、おお、エミリ、それでそちら、俺は、商人の香水師ちょうどその話をし、エルマイ、ただその中に唯一無二で、あ、それはありえません。ましてや、もしかすると、いや、ありえない。アウグストスの技術的には、まあまあ、いや、気がつ、直接見、うん、兄貴、まさか今ある、二人とも、え、ただでホテルに、それは彼ら二人、いやはや、いいんですよ、私は船に戻って休みます。それか、そうです、とはいえ
荷物はここに預けさせ、うん、いい、な、私は、外から見えた感じ、あいつの部屋も花だらけだ。いいえ、普段から様々。そうなのか。ってことは博覧会に。そこはルラス。それでエミリエさん。実はまだ港に置きっぱなしなんです。生活用品の他に。ブラスさん。そうなんです。オドさん。おい、何をしてる。今のは先生の声。エドガー先生。おい、大丈夫か。くそ、キリアだと。おい、エドガー、エドガー。待ってください。怪我人を激しく揺すってはいけません、先生。はい。このあたりなんだか独特な香りがするぞ。その瓶から出てるんじゃないか。隠れてて突然飛び出してエドガーを襲ったんじゃないか。皮膚は赤。兄貴、そんな。いや、なんでもない。今は命を救うことが先決です。エドガーは無事なのか。応急処置は済ませました。口腔内と鼻腔内の、ただ今は意識がない。うん。とはいえその前に、シルバンさん、ルシアン。おい、エミリエさん、俺たちを呼んだのか。そうですか。スメールに来る前に特巡隊の友人に頼んで調べておじ、アウグステスの花、その兄弟は、しかし。お兄さんからブラス。エミリエさん、この先まで香水所。なんだと。琥珀種は数年、お二人がごく最近まで香水とは無縁。エミリエ。シルバンさん、何も、あなたは。ですがエドが犯人が会うですから話してく。分かった。兄貴。ルシアン、こいつらがキリアを見、あんたの言う通りさ。もともと俺たちは4人組だった。ある時。なんか、その判決に納得いってないみたいな口ぶり。先生は当時従犯とみなされ、数年もせずにメロピデ要塞を出てこられました。当時の先生はな、昔、この話はさておき、まずはその学者、ビジャーヤについてお話しいただけますか。俺たち同様、ビジャーヤもあの時、マレショーセ・ファントムの調査を受けることになったんだ。だが彼女は、マレショーセ・ファントムが来る前に、自分の花畑に火を放ち、
アウグステスの花と俺たちが稼いだ金を焼き払って灰にした。つまり。いえ。え？ずいぶんと詳しく調べたんだな。それでもまだ俺たち。ええ。当時の書類にもその名前は。キリアはヴィジャーヤン。当時あいつはまだ10代の無鉄砲な青2歳だった。ヴィジャーヤは普段から俺たちの事件。それでもし死ぬ前に何かを。しかもあの瓶に残された液体を見るに、キリアはアウグステスの花を咲かせただけでなく、アウグステスの香水まで完成させやがった。あれって本物のアウグステスだったのか。アウグステスが、もしアウグステスが毒薬なら、当時、俺たちがキリアを探してるのも悪意からじゃない。監獄に入れられたのは粉飾決算と市場撹乱が理由だ。アウグステス自体には何の問題もねえ。悪だくみはせず、堅実に真面目に香水を売ってれば、あいつの姉貴に対する償いにもなるだろう。だから当時取り調べを受けた時にキリアさんの名前を出さなかったのですか。ああ、その通りだ。俺たちだって少年は悪人じゃないからな。俺たちが知ってるのはこれだけだ。アウグステスの成分や誤飲した場合の対処についてはエドガーか、もしくはキリアに聞くしかない。少なくともこれで先生の飲まされたものがアウグステスだとはっきりしました。この後の科学検査で対処方法が見えてくるでしょう。ひとまず収穫はありましたね。そうか、ならよかった。ルシアン、とりあえず部屋に戻って休もう。この状況じゃ考え直すしか。そうだな、兄貴。あなたもそう思いますか、シルバンさんの口ぶり。っていうか、あんな、そうだぞ。ええ。つまり。いいえ。配合に少し手を加えるだけで、事件の真相はそのおかげと言いましょうか。これまで数多くの死を目の当たりにし、それにまつわる知識を身につけました。ですが、今回はまだ間に合います。旅人さん。すみませんが、ティナリさんとオルモス校の先生は私が解放。そんなに慌ててどうかした？何かあったの？なんだって？あの人は。シャムさん、怪しい人物が。今のところはな、すぐに人を集めよう。ティナリはこれからどうする？そうだね、現場の証拠集めと。それはましてや今僕は。そうだ、エミリエの手紙で見たことがあるだけだ。これまでクワスメールシティでオルモス校の。
星と深夜無事今日の依頼心配だし、ホテルへ行ってみようぜ。おーい、エミリエ。幸いとアウグステスの分析作業も順、はい。サンプルには香りを付与する成分の他に異常な元素力が含まれていることが分かりました。元素力？今は何とも言えません。元素力といってもここ数年で元素力に先生が意識。そういえばティナリは会いに来たか？いえ、昨夜伝言が届いて、ティナリさん。そっか。エミリエさんはいる？あ、旅人にパイモン、お前たちもいたのか。知ってる人がいて。コレイ。ああ、あと、そう固く。あ、コレイは、ティナリ。うん。残念なことに師匠もその可能性について考えてた。でも名前だけじゃなくて似たような研究や経歴から調べても該当する人物が見当たらないんだ。そんなことって。ええ、その可能性はひ。おい、ルシアン。シルバンだ。まさかまたキリアが現れた。そんな、ホテルを出入りした人は誰もいなかった。ドアに鍵。ここには誰もいない。レシアン。ルシアン、ルシアン、おい、目を覚ませ。エミリエさん、なあ。申し訳ありません。そんな旅人さん、コレイさん、これ以上身内の遺体を見せない方がいいでしょう。うん、任せて。ええ、シルバンさん、ここは私たちに任せて、ひとまず息を整えましょう。これ。昨日までどしっと構え、あいつ。いい人とは言い難い。罪人であれ善人であれ、身内の死によって受ける苦痛は同じです。共に暮らした記憶。キリア、死人に口なし。私はまず現場を。昨日の事件が解決してないのに。エミリエ、私は法医学ですが。それじゃあ。はい、信頼いただき。オイラたちも手伝うぞ。遺体のこ。
口が開く。どうだ、何か見つかったか。オイラが書いてやるよ。だいたいこんな感じだ。弟を失った時の。じゃあ夜に。そうですね、私の方でも新しい発見。シルバン、エドガーがキリアに襲われてから、だから部屋に帰った後に話し合って、廊下とつながるドアに万が一。だが昨日の夜は物音一つ聞いちゃいない。なのに朝起きてドアを開け、つまり昨夜隣の部屋に争った。それについては遺体の様子、つまりですが、口や鼻の中にそれらしき。アウグストゥスを、ありえない、アウグストゥスを嗅いだところ。そう、おいエミリエさん、あんたはアウグストゥスを。確かに、ほら、大多数。先生、あ、エドガー、もう起きて大丈夫なのか。シルバン、真実。エドガー、もうあと、いや、ビジャーエ、彼女はスメールの学者などではない。ファデュイだ。ファデュイ、すでに気づいていたのか。アウグストゥス、ファデュイに。邪眼から生まれた。あ、もういい、イエレーナは改良を続けよう。一般人には。だからって、そりゃ変えてが。エドガーみたいに。確かに、フォンテーヌでアウグストゥスが中毒者が出なかったことと。ふん、なるほど、ファデュイ。もう何、もともとキリアって人では。イエレーナさんの死は当時、そのか市場に。ただ、でも俺たち。そんな、そうだぞ。そのことは彼女が、あいつらがフォンテーヌに、つまりか素性がバッジャガンの近くだから。あいつはアウグステスに。大方はそう。俺とルシアンは。でもキリオ、イエレーナの寿命が長く。イエレーナは、それなら真実をキリアに。それはないと思う。今の話を知ってもなお自分一人で復讐。確かにな。エドガー、シルバン、欲に目、恋に放。俺たちはルシアンか。私たちは審判官でもある。なんてこった。今の状況じゃ教令員が人をよこすまで待つしかないな。やれやれ。ならばこのまま。このとはいえ、エドガーさん、つまりシルバンを国。ただ、それからシルバン。シャムさん、わかった、スメールに来て。シャムさん、心から礼を言う。